やみんな、どうもこんにちは、くんひろです。それでは今日はブルーリフレクションパート3いきたいと思います。まさかね。ちょっとセーブできるとこまでいかないとコメントが反映できないんで、他のゲームできないんで、あ、できた。まあちょっと今回のパートはコメント反映してないかもしれません。でね、ちょっといろいろねしたいことがあるんですよ。今回どこ行くんだ。あのね、これ見て、これさ、バタバタするって言ったけどさ、それはね、こういう時だけ。うわ、パンツ来た、これこういう時だけ。こういう時だけで、ずっと押し倒すと、見て、すげえスムーズ。え、どうした何してんだよ、お前。どうした。うん。あ、先輩は今日も美しい。先輩、うふふふふ。なんじゃこりゃ。そうか。これ女子校だよね。ってことは、ゆり展開あるぞ。キスあるんじゃね。そしたら。あとね、このカメラアングルはいじれないんですよ。こう、よくある右スティックでさ、カメラぐるぐるって回せるじゃん。でもここはね、回せません。で、勝手にこういうとこ入っていくと、入れねえのか。こういうとこ入っていくと、ほら、こう勝手に回ります。とりあえず屋上を向かいましょうかね。いやー、この階段登る仕草とかも映して、おー、欲しかったな。あと、しゃがんで、フリースタイルで見たかったな。なんかさ、結構 BGM とか感じる感じ、なんか聞く感じ、しっとりとした。まあやっぱテンション上げ上げで実況するものではないのかなっていうのはありますよね。まあでも俺はテンション上げ上げでいきますけど。だってさ、可愛い女の子たちが戦うんだぜ。ああ、やめらんねえぜ、そんなの。テンション上がらざるを得ねえぜ。しかもパンツ見えちゃうし、ブラ透けちゃうし。高円寺ちゃん、どこ行ったんだろう。おネギの買い出し、おネギの買い出し。もしかしたらクエストとかもあんのかな。あ、びっくりマーク出た、なんか。完全にこの辺は RPG だね。手芸、手刺さない。書ですらないような。あ、検索履歴か、今の。もう、よくわかんないけど。まあ、なんかのヒントにもなってないと思うんだよな。でも、意味のないことを載せる必要はないと思うんで、何かしら意味があるのかな。生徒会室。ちょっと寄り道させてください、今回はね。ロードはそうだね。早いね、割とね。テレビ、懐かしいな、このテレビ。ブラウン管じゃん。今時ある。まあ、ここにはあるんだな。てか、西暦何年のとかなんだろう。2000。まあ、リアルタイムと同じぐらいなのかな。ん、ジュースにパンダね。分かった、行ってくる。って、あれ、なんで私、国見さん、国見さん。まあ、キャラの名前があんまり分かんないんですけど、ちょっと予習不足なとこあるかな。まあまあ、これから知っていこう。副会長ほか、生徒会室にようこそ。特に何もないけど、ゆっくりしていきな。何もないかい。で、この子は、ちょっと可愛い、この子。すげえ可愛い。先輩、あ、ほか先輩っていう人がいるのか。ジュース買ってきてほしいって、あと、私もパン食べたいです。あ、これさっきの会話と同じじゃん。何この黒板、めっちゃ可愛い。スカート5センチ短くしたい。切実だな。ひなこちゃんめっちゃ短いけどね。普通にパンツ見えるからね、歩いてると。なんかこういうさ、細かいとこも面白いね。あー、文化祭のこと。なんつうんだろう。洋蜜？洋蜂？あれだ、蜂を飼うやつだよね、多分。蜜蜂とか。それやりたいって書いてある。いや、そんなんやったら刺されるぞ。俺さ、小さい頃にさ、足長蜂に刺されて、耳の後ろ。もうそっからね、蜂がね、トラウマもいいとこですよ。マジ、蜂のあのしましまがトラウマですからね。もう見た瞬間におじけづくからね。俺、腰引けるからね。本当に怖い。次刺されたら死ぬと思って生活してるからね、いつもね。で、この辺は、もうザ教室だね。進路相談のお知らせ。進路ね。将来のことはまだわからない。あー、まあ俺もそうだったな。なんか、いつの間にか YouTuber になってんだよな。おーおー、体操服でこの机の上に乗る。これもね、割とね、いいんですよね。あのね、学生時代が終わった後に気づく良さっていうのがあるんだよな。なんか知らないけど。現役、高校生とか中学生の方多分いますよね。で、女の子が机の上とか体操服で座ってたりしますよ。別にさ、何も思わないじゃん。またあいつ座っとるや、俺の机みたいな感じじゃん。もうね、全然終わった後に気づく。その、我の変態さっていうのあるよ。あの時、あの場で、堪能しときゃよかったな、つって。え、屋上ダメじゃん、これ。行けねえじゃん。あ、行けるのか。あ、律儀に柵までしてあら。さあ、イベント来ちゃうよ。ここで、お弁当食べると。いや、やっぱ、ゆずきちゃん、可愛いな。あ、すごいね。厳重だね。ただ、白タイツもいいんだよな、なかなかな。でも、俺は、コンソックスかな。いや、もう可愛さ溢れてんな。ごめん、あのさ、気持ちよかった？ええ
急にエクスタシーを聞く？何の話やって。思いっきり動けて。あ、そっちごめん、俺がダメだったわ。さすが歩く18禁。リフレクターってすごいでしょ。そうかそうかそうか、そういうことね。リフレクターって、今朝の、やっぱりあなたたち何か知ってるの？お、すげえ興奮してるぞ。あれは何？どこ？何が起きたの？あの化け物は何？どうして私の足は動いたの？お、また誰か来た。あなたたち何を隠して。あら、リンちゃんじゃない、どうしたの？この子もキーな人物なのかな。いや、でもそれにしてはキャラデザがそんなにあれだな、目立ってないな。え、ライム、それにユズと白井さんもなんでこんなところに。こう地味に制服が違うんだね。やべえ、普通に可愛かったわ。真田凛だよ。同じ1の A で部活はテニス部。よろしくね。うわー、テニス部だからこの服なの？上が違うかな。リボンとかしてない、このラフな感じ。いや可愛い。ちょっともうダメだ、あの小さい会釈が可愛い。どうも。胸もでけえじゃねえかよ。しかもこのな、ほぼほぼ生足。それで凛々、暗い顔してどうしたの？別に大したことじゃ。ズバリ恋の悩みね。うわー、いいね、学園生活っぽいよこれ。なんでわかるの？いやもう顔見たらわかるよ、女の顔してたもんな。ああ、当たった。ライムだって女子高生の悩み事で一番多いのは恋バナでしょ。そうなの？女性の皆様、そうなんですか？高校生の時、JK の時、そんな恋多かったんですか？まあそうかもだけど。マジかよ、ゆずちゃんまで。よかったら相談に乗るよ。内緒にしてくれる？もちろん。ね、ひなちゃん。なんかさ、ひな子がこうさ、腕組んで肩、傾いて立ってると、ちょっとさ、番長的な存在に見えちゃう。多分全然そんな気はないんだろうけど。うわー、いいな、屋上で女の子4人がさ、お山座りしてさ、会話して眠そうだなおい。全然楽しそうじゃねえじゃん。それでそれで、どういう感じなの？興味なしかよひな子。悩んでるの。出ましたよ先輩。もう先輩ってだけでさ、特権だよな。ずるいな先輩。その先輩ってどんな人なの？絶対イケメン高身長だろこの野郎。テニス部のエースでキャプテンしてた人なの。ほら見ろ、地区大会でいつも優勝してて、都大会でもシードの選手なんだ。はい、イケメン高身長の上にキャプテンしてて、地区大会で優勝して、で都大会でもシードの選手。ああ、俺とはもう全然違う人生ですよ。へえ。どうしたくんひろ、暴れ出すな。すっごい、超テニス強いじゃん。そうなの、それに勉強もできて学年でもかなり上位だったんだ。高校もちょっと遠い進学校に行ったの。もうムカつく、こういうやつがいるから世の中な。30歳で魔法使いになれるやつがいるんだよ。へえ、じゃあ最後に会ったのは中学の時？うん、たまに後輩を教えるために練習に来てたよ。その時に少しお話しするくらいかな。おお、あとたまにスマホで連絡してるよ。は、もう勝ち組じゃん。何それ何それ何それ。ちょっと待って、絶対にさ、その先輩モテますよ。でも多分連絡先知ってるっていうのはかなりアドバンテージ高いぞ。たまになんだ。
いやまあたまにでも大きいよね。だって先輩忙しいだろうし、あんまり頻繁に連絡したら迷惑かなって。まあまあ乙女ですな。へーへーってさあひなこなんか言うか。それで結局悩みは何なの。そんな言い方あり。おお、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、頑張れよ。おお、いいねいいね。それでけどどうやって伝えればいいか。そうだな、まあドストレートに。いや、まあ、女の子から来たらね、もう男はいつでもビンビンですよ。手紙とかは。ああ、ロマンチック。まあそれもありだけどな、まあ、やっぱ会って直接ね、こう言ったらいいんじゃないかな。私なら直接言うのと変わらないか。お家のポストに入れるのは。うわあ、いいね。ストーカーみたいじゃない。郵送するのもなんかあれだし、ま、家知ってるのはちょっと怖いかな。電話とかメールはどう。それは仲いい友達にも言われたんだけど、もし振られて連絡しづらくなったら困るし。まあそれ、うーん、でもさ、駆け引きじゃない、そこって。気まずくなるのもあるけどさ、うーん、友達のままなのか、もう一歩踏み出してどっちかに振るのか、振られ振るね、もう二択だよそんなのな。白井さんはどう思う。なんかひなこちゃんぶっ飛んだこと言いそうなんだけど、この感じ。え、私、何かないかなって思って。普通に直接言うのはダメなの。ああ、でも結構まともだった。まあそうだよ、俺もそれがいいと思う。だって恥ずかしいんだもん。それに緊張してちゃんと話せそうにないよ。そうきたか。ただその恥ずかしがってるのがまたええんちゃうの。でもそんなことばっかり言ってたらいつまで経っても告白なんてできないよ。そうだよな。そんなの分かってるよ。だから悩んでるんだ。ああそうだよな、ごめんな、俺らが理解できなかったわ。どうしたらいいんだろう。でもな、この子普通に可愛いので、俺がねそのイケメン高身長の先輩だったらもうね、先輩スッ、オッケースッって言った瞬間オッケー。形はなんであれ告白するべき。じゃなきゃ何も始まらない。分かってるんだけど怖いんだもん。いやー、まあちょっとうじうじしてますねこの子ね。じゃあ先輩から告白されるのを祈って何もしないの。そういう子が多いから報われない恋がたくさんあるんだよな。実は両思いだったっていう、その中高の時ってありがちですからね。ひなちゃんはどう思う。うわあ、こんな悩んでるのか。まあこれを俗に言うめんどくさい女って思う人も多分いますよね。でもね、やっぱね、悩むんだよな。告白だぜ、だって自分が告白してみ。ああ、もうドキドキですよ。心臓何個あっても足りねえってな。私わかんない。そんなの知らないよ。二人の気持ちなんてわかんないし。おひなこどうした。そういうのは自分で何とかするしかない。他人に頼るのは間違ってる。いや、間違っちゃいねえな、確かにな。言ってることはわかる、言い方が悪い。なんつうんだろうな、そういうのは自分で何とかするしかない。だから頑張れってことだな。泣いちゃうよもうほら。ひなちゃん目だよ。ああ、これがな、本音っちゃ本音か、ひなこの。だから、興味なさげに聞いてたの？私が。私が。おお、待て待て待て、またこの目だ。どういうこと？あ、パンツ見えた。パンツ見えた。これ
サナエと同じ。え、どういうこと？まずい、暴走が始まった。急いで向かわないと。暴走？暴走？説明は後。ひなちゃん、急いで指輪をあの子にかざして。え、指輪？いいから早く。わかった。そして僕たちは悪夢を見ることになったんだ。うわ、すげえ。次は氷っぽい。あ、違う、遺跡か。さっきとはまた違うとこだね。さっきのとこはかなり草原だったもんね。全然違うぞ。ここはコモン。人の集合的無意識の世界。集合的無意識の世界。はあ。サナエちゃんの時とは違うゾーンみたいだけどね。ゾーン。はあ。どういうこと？ああ、同じ状態。どういうこと？集合的無意識っていうのはね、人がそれぞれ持ってるコンプレックスのさらに奥にある無意識なの。はあ、なるほど。まあ簡単に言えばコンプレックスだな。無意識はその人の経験とか生活する環境から大きな影響を受けてるんだけど、その奥底には共通したベースがあるの、うん、そのベースが具現化したのがここコモンだよ。ほう、ということはその子のまあ行き札みたいな、育ってきた環境の姿。簡単に言うと、ここは全人類の感情でできた世界。へえ。コモンは大きく4つのゾーンに分かれていて、それぞれ違う感情が元になっているの。あー、なるほど。まあ4種類属性みたいな感じかな。今回は悲しみの感情でできたゾーンみたい。で、サナエちゃんの時は喜びみたいな、結構明るかったんで、そういう感じかな。そうそう、そういうこと。なんとなくわかった。どうしてサナエの時と違うってあなたたちが知ってるの？簡単だよ。あの時ユズたちも見てただけ。やっぱりあの時の声はあなたたちだったんだ。うん、学校に来てからひなちゃんのことをずっと見てたから。ゆずたちはずっと待ってたの、ひなちゃんのこと。一緒に世界を守るために。私は待ってた。それに世界ってどういうことなの？なんだこいつ。え、ここにも出るの？なんか変なやつ来たぞ。お、まさか二人も変身か？ちょっと、火吐きやがったぞ。ユズ、ライム、やっと名前を呼んでくれたね、ひなちゃん。来たー、変身しに来たー。我が名の、あ、ちょっと待って、いかん、セリフかっこいいの言おうとしたけどミスっちゃった。台無しポロロンチンポロリン。かわいい、めっちゃかわいい。おー、いいじゃん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 。お、しかも水色ですか。わー、いいな、この赤から水色になる。そうかそうかそうか。うわー、これは何が題材なんだろう。まだバレエとは違うよね。そして来たよ、キャラによって全然違うんだね、音も。お、なんか出てきた。え、クマちゃん、パタ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 。そしてどうなる？クマを抱いて、まあクマになりたいよね、俺もね。あ、黒ベースか。ほう。てかモロパンティだね。あんまおっぱい大きくないな。へえ、これこそライム色だね。いやー、いいじゃん。変身シーンやっぱね、いいよね。この変身シーン寄せ集めみたいなの欲しいな。お、すごい。ぬいぐるみが武器なんだ。で、魔法使いかな？めっちゃ可愛いやん、マジで。いやー、やっぱ女の子っていいな。女の子が変身するのっていいな。無条件でいいじゃん。あなたたちもリフレクターと。そう、ライムたちもリフレクターなの。あなたたち一体何なの？これ海外から二人とも来てるって言ったじゃん。なんか海外で何かあったのかな。その話はこいつらを倒
してからにしましょう。あ、オッケー、そうだよな、そうだよな。ひなちゃん、一緒に戦って。さあ、行くぞ、ひなこ。あー、一瞬だった。まあ、変身シーンは一回だよな。やっぱひなこちゃんは一番おっぱいでけえな。だってさ、寄ってるもんね。ボキョってなってるもんね。さあ、ということで戦闘、終わったら次のバトル行きたいと思います。ちょっとね、楽しいわ。ごめん、楽しい。このゲーム続きめっちゃ気になるし楽しい。どうしよう。シューティング、敵単体に心力属性、心属性、どっちかな。あ、心属性、心力か。まあ、とりあえず撃ちましょう。ポン。力を貯めて。あー、ノックバック。はいはいはい。まあ、こんな感じだね。ホークロア。これなんだろうね。手のひらに集めた魔力を敵に向けて放つ。まあ、大体、あれか。光の弾飛ばす系か。はぁはぁはぁ。はいはい。容量はなんとなく使いました。はい、ということで、続きは次回のパートに行きたいと思います。ちょっとね、戦闘シーンの音が大きめで、通常の会話パートが音が小さめなので、音量の調節がね、めちゃめちゃ難しいです。ちょっと音量の調節、ペイ調節、随時行っていきたいんですけども、その都度その都度上げたり下げたりっていうのができないもんで、どっちかに振るしかないんだよね。で、そうだな、キャラのとこは俺の声でかいと困るし、戦闘シーンで俺の声聞こえなかったらそれも困るんですよ。だから、どっちかを取るかって感じだね。まあ、できる限り頑張ります。はい、ということで次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。